はい。今日はですね、えー、令和5年8月18日ということでね、えー、19日土曜日に20日が日曜日ことでね、8月18日ですけどね、給料が振り込まれておりました。給料明細がね、発行されてましたんでね、えー、見ていきたいと思います。これ、8月いても7月に働いたもんやけどね。あの、一人ね、あの、おっちゃんがあのコロナになっちゃってね、あの、有給が吹っ飛んで出勤が増えたおかげでね、えー、勤務日数が23日。 有給でも2日ついとんな。よう分からない。えー、保証が241時間やこれでね。基本給がね、なんと24万のくせによう分からんな。24? 計算が早いなまあいいや。えー、でね、えー、残業手当がついて、えー、深夜割増しがついて、 これは、もう、交通費は使ってるもんやからね。えー、いうことでね。えー、勤務上、勤務上、実績、どこだこの辺か。えー、支給額がね、282,895円。総支給額が296,235円。交通費込みでね。そこかはね、 えー、当たると引かれるよね。健康保険に、介護保険に、厚生年金も取られ、ね、雇用保険も取られ、ああ、ね。えー、3万4千円も引かれるね。えー、所得税まで引かれるね。所得税4,810円、まあ、そこそこ引かれとんな。えー、わけのわからな。300円引かれてね。4万ちょっと引かれてね。えー、25万6,216円。 が振り込まれておりました。ちゅうことでね。これがね。今年51歳を迎えるね。えー、どうしこいでおっさんをね。給料明細でございますよあ。もう同年代でこんなぐらいの給料しか持てへん人はね。もう今世も来世も諦めて。ね。次はもう虫、虫けらとして生まれてくることを期待してねあ。で、これを見てるね。あの若者たちね。 20代、30代、40代の若者たち、ね、いいところに転職したりね、うん、あの、勉強して資格取ってね、また、あの、給料上げるとか、手当てもらうとか、ね、して頑張ってください。ね、50歳になってこうはなっちゃダメですよっていうね、お手本のようなね、51歳の給与明細。これね、ありがとうございました。いやお宝現場で楽すぎてやめられへんわ。 É o cantar,